道の駅すさみは、和歌山県西室郡すさみ町工住にある国道42号の道の駅である、旧工住中学校の跡地に建設された。敷地面積は8,860平方メートルで、駐車台数は大型車9台、普通車55台、身体障害者用5台あり、国土交通省によって、広域防災拠点としての機能を備えた。 重点道の駅に指定されている。食事どころや物産店が入っている地域振興交流施設や、宮中学校の体育館を利用したすさみ調律エビとかにの水族館も併設している。なお、道の駅に登録する前の2015年1月30日に、南海トラフ巨大地震等の広域防災拠点、南紀熊野ジオパーク等の資源と連携し、ゲートウェイ機能を理由として、 すでに重点、道の駅に選定されていた。エビとかニの水族館を、旧工住中体育館に誘致道の駅すさみに、交流施設オープン。工住中学校は、工住小学校に併設となった。地域活性化の拠点を形成する重点、道の駅を選定しました。国土交通省、2015年12月21日閲覧。AB、道の駅、すさみに、 第2駐車場が完成災害が発生した際の防災拠点としても活用されます。国土交通省近畿地方整備局機南下線国道事務所2020年8月1日閲覧ありがとうございます。